この俳優さん超かっこよい。ずっと見ていたいにゃー。はーい、出発時間。あー、ビタお兄ちゃん、もうそんな時間？もっと推しを眺めていたいのに。次女の推し面完全把握。こんばんパトロール、ミステリー案内人です。今日は闇の世界をパトロール。助けてくれ。どうしましたか？これはいけませんね。私は彼の応急措置がありますので、皆さんは今日のお話をお楽しみに。それではどうぞ。にゃあ、海鮮の屋台がたくさんある。全部美味。そうだね兄さん、チョコソースをかけた海鮮もあるし最高だ。どんな海鮮よ。どちらにしても久々の休日楽しみましょう。彼らはアルカラム一族のショコラ、ビター、カカオ、ガーナ。どうやら休日に海鮮フェスティバルに来たようです。この海鮮丼美味しいわ。牡蠣最高。エビフライのチョコソースがけも美味しいね。私もいろいろ食べてお腹いっぱいだにゃ。あの店も気になるから行ってくる。空気最悪。そうだね、なんだかまずそうな店だ。ガーナはセンスがないのね。おのおのが好きな屋台で海鮮を買う中で、ガーナは最後に雰囲気の悪いお店を選んだのです。いらっしゃいませ。この海鮮ドリンク美味しそう。一つください。毎通り。海鮮のエキスたっぷりのジュースで体にいいよ。にゃーん、おいしい。海鮮の風味が伝わる。購入者の方には新商品の案内も送ったりしていてね。よかったら名前と住所を書いてくれないかな。いいよ、また新商品が出たらカタログでも送ってもらうにゃ。こうして海鮮フェスティバルを楽しんだアルカラムの子供たちですが、これをきっかけに事件が起きてしまうのです。え、嘘でしょ？次女発狂。ガーナ、突然叫んでどうしたんだい？どうせしょうもないことでしょ。全然しょうもないことじゃないよ。私たちがこの前に行った海鮮フェスティバルで食中毒が発生したんだって。死者は10人以上。なんだって？死者がたくさん出た食中毒事件でしたが、その原因やお店は解明されていないようでした。マジゼック。あれだけたくさんの出店があったのなら原因を出したお店の特定は難しそうね。死人に口なしだし、死んだ人たちがどのお店に行ったのか聞くこともできない。確かにね。まあ僕たちは母さんにしごかれて免疫力が強い。そのお店に行っていたとしても食中毒になることはないだろう。だね、体が強くてよかった。え、今の音は何？次女腹痛。なんか突然お腹がぐるぐるなってきた。トイレ。これは面白いね。どうやらガーナは当たりを引いたようだよ。次男鬼畜。当たりじゃなくて外れでしょう。ま、死ぬことはないわ。どうやらガーナも食中毒を起こしたお店で食べ物を食べていたようです。3人はそれほど心配はしていませんでしたが、ガーナには違う形で不幸が訪れたのです。にゃー。は？一体何こと？ガーナがゾンビになった？にゃー。う、ビータ。トイレに行ったガーナはゾンビの姿になって戻ってきたのです。どんな状況よ。カカオ、とりあえずガーナを戦闘不能にするわよ。了解。にゃー。ショコラとカカオはゾンビ化したガーナを二人でボコボコにしましたが、にゃー。姉さん、僕たちの攻撃が一切効いていないよ。どうなってんのよ。ゾンビ状態のガーナにはどんな攻撃も一切効かないようでした。噛まれたら僕たちもゾンビになったりするのかな。わからないわ。とにかく気をつけないと。にゃあ。これは報復成功。ビーター、ナイスよ。
倒せないなら拘束すればいい。さらに厳重に拘束して袋詰めにしましょう。こうしてゾンビ化したガーナを3人は拘束して抑えることに成功したのでした。ひとまずはガーナの部屋で拘束して放置したとして、姉さん、何かわかったかい？ハッタはゾンビを元に戻す薬の作り方。長女さすが。ガーナを部屋に閉じ込めたカカオたちはダークウェブでゾンビを元に戻す方法を調べていました。ゾンビを元に戻す薬は簡単に作れそうだわ。生命活性化剤、脳機能再生剤、免疫調節剤、他にもいろいろあって、決め手はゾンビ組織のサンプルね。地上採集。そうだね。他のものは全部アルカラム一族が簡単に用意できるもの。ゾンビ組織のサンプルはガーナから直接採取しよう。カカオとビターが行ってきて、私はガーナのゾンビ組織を入れたらすぐに使えるように注射器で他の材料を調合しておくわ。了解。ガーナ大丈夫かい？って、あれ、ガーナがいないよ。次女逃亡。一体どこに行ったんだ？推し面公園。まさか推しのライブに行ったっていうのかい？ガーナが部屋から逃亡したため、カカオたちはすぐにそのライブ会場へと向かったのでした。にゃー。おいおい、なんだよあれ、ゾンビのコスプレか？どう考えても推しのライブの雰囲気に合っていないのに、なんなのよ。にゃん。やばい、俺らの方を睨んできた。こっちに来たわ。私たちが持ってる推しのグッズを狙ってる。にゃー。にゃ、なんなの。ライブ会場で暴れていたゾンビガーナでしたが、突然浮いてそのままどこかに飛んでいきました。にゃー。早急対処。被害者が出る前に透明化になった兄さんが連れ出してくれて助かったよ。よし、ガーナからゾンビ組織を採取したよ。それをこの注射器に入れてガーナに打つわよ。にゃー。兄さん、しっかり押さえていて。次女暴君。たく、ゾンビ一匹に対して三人がかりとはね。ガーナ、目を覚ましなさい。終わり。私、なんでこんなところに？次女復活。やっと目覚めたようだね。ガーナは突然ゾンビになって、さっきはライブ会場にまで行って暴れたんだ。そうなの？てか、ライブ会場って、今日は推しのライブじゃん！早く行かないと！ダメよガーナ。あなたがゾンビになった原因を調べないといけない。今すぐ家に帰っていろいろと話を聞かせてもらうわ。さ、帰ろう。引きずらないでよ！こうしてカカオたちは無事にガーナをゾンビから人間に戻すことに成功しました。ちょっと、みんな歩くの早い！私はゾンビ化していたからか体が疲れてるのに。見つけたぞ。うれ。いや。ガーナ、突然誘拐。くそ、待て。ですが、ゾンビから元に戻って安心していたのもつかの間、ガーナは突然誘拐されてしまったのです。あれ、ここはどこだにゃ。やっと目覚めたか、選ばれし者よ。にゃんにゃんにゃ。あなたって海鮮フェスにいた店員さんじゃない？確か海鮮ドリンクを売っていて美味しかったんだにゃ。はは、それはどうも。確かにあの海鮮ドリンクは自分で飲んでも美味しかったよ。でもどうしてあなたが私を誘拐してるの？あの海鮮フェスで食中毒が起きたのは知っているだろう。あの食中毒の原因は俺が作った海鮮ドリンクだ。あの海鮮ドリンクには俺が開発したウイルスを入れていたからな。わざとウイルスを入れていたなんて最低だにゃ。あなたの目的は無差別テロだったんだね。違う、俺はゾンビウイルスを開発しているんだ。だがどの人間に投与してもゾンビにならずに死ぬばかり。だからこの薬を投与しても死なない強い人間を探していた。ゾンビウイルスって、まさか私がゾンビになったのってあなたのせいなの？その通り。ウイルスを摂取して
唯一死なずにゾンビになったのはガーナ・アルカルム。お前一人だ。きっと私は毒耐性をつけていて体が強いからウイルスに負けずにゾンビになったんだにゃ。でもお姉ちゃんたちがゾンビを元に戻す薬を開発して私は元に戻れた。私をまたゾンビにしたところで意味ないよ。何か勘違いをしているようだな。俺がお前を誘拐したのはお前をゾンビにするためじゃない。お前の細胞を使って死なずにゾンビ化できる人間を大量に作るためだ。これは何だにゃ。こいつらは実験台として俺がコツコツと誘拐した人間たち。こいつらにお前の細胞を移植してからゾンビウイルスを打ち込め。私の細胞をみんなに移植？そんな大量にゾンビ化させて何がしたいの？大量のゾンビ軍団を世に放つのさ。混乱する社会に怯える人たち、その光景が楽しみだな。サイコパスすぎるにゃ。さあおしゃべりは終わりだ。お前の細胞は死なずにゾンビ化する貴重な細胞はいろいろと取らせてもらうぞ。いやー、ここがガーナを誘拐した奴のアジトだね。監視カメラを追っていったらここにたどり着いたからね。まさかこんな大きな施設に入っていくとは驚いたわ。何かの研究所かしら。救出優先。そうだね。敵の思惑も気になるけど、まずはガーナの救出が先だ。きっとどこかで捕まっているはず。誘拐犯はおそらく一人。さっさと助けて帰りましょう。一方その頃、カカオたち三人はガーナを救うために研究施設に侵入していました。殺し屋の三人はこういったことに慣れているため、すぐに帰れると思っていたのです。ちょっと待つんだ。カカオ、突然どうしたの？静かに。この音は何だい？大量足音。何か来る。にゃにゃゾンビ、一体どうなってんのよ。えへへ、なるほどね。ここはゾンビの研究施設。そしてガーナを誘拐したのは、ガーナをゾンビにした張本人ということだろう。マジ理解。とにかくこいつらを何とかしないと先に進めないわ。やってやろうじゃないか。兄さん、ガーナを元に戻した薬はまだあるかい？長女量産、大量準備。それを全部ゾンビに打って無力化するわよ。こうしてカカオたち3人は大量のゾンビ軍を前に戦いを始めました。無限出現。多すぎてキリがないね。戦いながら全員に注射を打つのは不可能だ。一斉に気絶でもしてくれないと、注射を打っている時に他のゾンビに襲われるわ。まさかゾンビ軍がこんなに強いとはね。はっはっは、ゾンビ軍は無敵なのだ。黒幕登場。君は海鮮フェスにいた店員だね。まさか君がガーナを誘拐した犯人だとは。ゾンビ軍を作るなんてぶっ飛んだ考えを持っているじゃないか。これが俺の幼い頃からの夢だったからな。殺し屋のあの子の細胞を人間に移植するだけでゾンビ軍を簡単に作れた。本当に感謝しているよ。なるほど。普通の人間だとゾンビにならずに死ぬ。だから例の食中毒事件で唯一死ななかったガーナを誘拐したのね。その通り。ゾンビを元に戻す薬を作ったようだが、大量のゾンビ軍が相手だ。お前らはそのままゾンビ軍に襲われて死ぬんだよ。これは絶体絶命だね。お前たちも同じ殺し屋なら細胞に価値はある。ゾンビ軍、その侵入者たちを襲ってしまえ。こうしてゾンビ軍の数によってそのままカカオたちが負けてしまいそうな時でした。次女の推しメン。ビータ、何をしているの？姉さん見るんだ、ゾンビ軍が止まったよ。何が起きた？なんとビーターが一枚の写真を掲げると、襲ってきそうだったゾンビ軍が立ち止まったのです。写真設置。ゾンビたちが写真に釘付けだわ。そうか、このゾンビたちはガーナの細胞を移植してゾンビになった。
それでガーナの趣味趣向も映っていて、ガーナの推しに目がないんだ。なるほど。だからゾンビたちのうめき声もガーナみたいだったのね。嘘だろ、そんな弱点があったなんて。好機到来。ゾンビたちが写真に釘付けになっているチャンスだよ。今のうちに薬を打ちましょう。やめろ。こうして隙ができたゾンビたちにカカオたちは一斉に注射を打ちました。そんな、俺のゾンビ軍が。自助救出。ガーナを救うついでにこいつが作ったウイルスも破壊してくるわ。待て、ウイルスだけは。おっと、君の相手は僕だよ。ガーナとウイルスは兄さんと姉さんに任せよ。勝手に承知。その男はカカオに任せるわ。じゃあね。待て、お前は俺に何をする気だ。僕の妹に変なウイルスを飲ませたんだ。君は僕がたっぷりといじめてあげるよ。カカオたちはゾンビ軍を人間に戻し、無事にガーナを救い出すことができたのでした。まさか空腹で生き倒れているなんて。案内人さんから連絡を受けてご飯を運んできたけど、全然元気そうでよかった。迷惑かけて悪かったよ。ちょっと考え事してうろうろしてたら家から随分遠くまで来ちまったんだ。ちなみにどれくらいですか？わかんねえ。でも今日の日付を見るに家を出たのは3日前だな。3日も歩き続けてたの？おバカね。笑うなよ。俺は真剣に。俺、何に悩んでたんだっけ？あんた気に入ったわ。家まで送ってあげるわよ。本当か？ありがとう。いい骸骨もいるもんだな。もしかしたらゾーンさんを思い出して懐かしくなったのかもしれないですね。何はともあれ丸く収まってよかったです。それではバイバイチーン。無事救出。お兄ちゃんも助けに来てくれてありがとう。みんなお帰り。あれ、姉さんが持っているのは何だい？ゾンビウイルスよ。カカオが何かに使うかもと思って一本だけ持ってきたの。姉さんは優しいね。ならそのウイルスをこの男に飲ませよう。嘘だろ、もう十分拷問を受けたのに。君はゾンビが好きなんだろ？なら自分がゾンビになればいいんだよ。ほらほら。死亡確認。こいつも耐性がなかったのね。ゾンビになってもお兄ちゃんは元に戻す気はなかっただろうけどね。死んだ方がマシだったかもだにゃ。君たちは一生ゾンビのままなのと、そのまま死ぬの、どちらがいいかな。ぜひコメントで教えておくれよ。